富士急行5700系電車とは、1982年から1997年まで富士急行に在籍していた電車である。元は1954年から1959年にかけて製造された小田急電鉄2200系、2220系、2300系、2320系である。形式名は、 昭和57年導入開始ということでもハゴ1700型となった。1982年から1984年にかけて3次にわたり転入した。1次車は元2200系、2300系、2次車は元2320系、3次車は元2220系である。入線に際しての改造は小田急時代の OMATS と 列車無線の撤去、スノープローの取り付け、客用度合いの登記対策などである。この車両の導入により、富士急行の吊り掛け駆動車は、事業用のもは3600型を残して、すべて置き換えられた。1984年に、一時車の台車と主電動機が交換され、性能面での統一が図られた。しかし、比例棒の上老朽化が目立つことから、 戦形の導入と引き換えに、1993年から1997年にかけて全車廃車になった。最終廃車は5711編成と5717編成であった。このうち5711編成については1996年12月8日に、さよなら運転を実施している。なお、末期には屋根状のベンチレーターがすべて撤去されていた。 運転台直後の座席には暖房機が入っていなかったため、しきりにその旨表記がされていた。車両番号は、小田急時代とは、奇数、偶数が入れ替わっている。なお、末尾0.3、4.9は、当初から欠番である。表の出店5 7 0 7の編成のみ2200、軽由来の正面窓2枚、非貫通、他は、正面窓3枚で貫通扉付きであった。 同時期に営業運転を終了した3100型と共に会社が車両の引き取り先を新聞で公募したため、現在2両が保存車両として残っている。もは5707もは5708が笛吹き市にて小田急時代の急塗装に復元され、生体保存されている。また、海野市内にもは5716が保存されていたが、2012年に撤去された。 英段2000系電車の銚子電気鉄道で破線型への改造に際し、本形式の台車とパンタグラフの廃車発生品が流用された。ありがとうございます。